ええのか、やってもええのか、なんかカウンターあたりちょっと賑やかすぎるんちゃうか、やるで。はい、ではまずね、私のオリジナル曲ね、そんなバンバンいう曲ちゃうよね、バーガーこのスパーガー、今喋ってもらうのスパーガーメンバーはい、あのね、僕はね、平気でね、いじめするよ、はい、そんなことね、言うたらね、はい、オリジナル曲はね、また変わってちょっと歌謡曲で静かな曲が多いんですが、ちょっとね、2、3曲オリジナルを聴いてもらえたらなと思います。はい、カンカンうるさいな、何してんのかな、カン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 、コンじゃない、コンじゃない、コンじゃない、なんかこっちでボワーン言うたり、こっちでカンコンカン言うたり、いやもう何いじってほしいの自分、うるさいわい、ほんまに喋ってね俺今ほんまになんかみんな妙にテンション高すぎてだからそんな曲ちゃうやろ、みんなじゃんちゃんとか言う、最初から雰囲気崩れるからやめて、コンじゃない、ちっちゃく叩いたらええってことじゃない、ではですね、まずは1曲、モノクロの季節の曲を聴いてください。お願いします。「気がつくことと」
違う雰囲気でございまして、まあまあええ歌やろ、グーグーやね、まあまあええ歌。え、似合わんと俺が作ってんよ、俺似合うとか似合う、俺が作ってんの、ね、あれ聴いてる人が言う、それやってアレンジした人が言う、それ似合ってるよ、当たり前やんね、わからへん、わからへんけども、はい、もう一曲ね、オリジナルをいきたいなと思うんですが、この曲はですね、まあ、私がまた作り、レスリーさんにコードを当ててもらい、そして、東京でね、ギタリストをやってます谷川志郎というね、まあ、大御所さんにアレンジしてもらい、で CD ね、あるんですけども、 CD の時にはですね、今どっか行方不明になっちゃったけれども、後で出ます、町川純一郎兄貴とか、よがっちゃんとかが、音源を入れてくれた歌でございます。それをですね、やってみたいと思うんですけど、いけるのかな、サブ君。うわー、なんか頼んないよこれさだって目こうやって目見た時に目泳いでんじゃん大丈夫かな、頑張れ、ね、そんな歌じゃないよねはい、では行ってみたいと思います。今が変わり時です。No.
ってな感じの歌でございます。まあまあええ歌やろ。まあまあええ歌やろ。はい。でね、オリジナル曲をね、いろいろ作って、こうみんなとこうね、皆さんに演奏してもらって、歌ってるわけですが、まあね、幼少時代からですね、まあろくでもない人生で、まあいろいろ問題やトラブルも多かったんですけども、両親というものがね、僕は幼い時に亡くなって、もういなくて、そっから、ん？いやいやいや、違う、あの親族の方の両親ね、良い心あるやん、知ってるやろ、ええやつやって知ってるやろ。はい、ね。まあ、母親がね、小学生の時に、まあ胃がんで、手術で入院してから死ぬまでに、4回の手術をしまして、病院に約1年半、2年近くかな、病院から出ることもできずに、そのまま死んでしまったんですけども、そんな母親をね、の年をもう今超えて自分が母親よりも年上になっちゃった、ね、そんな思いで母親に対して、ちょっとね、書いた詩を歌にしてみましたんで、オリジナル最後ですけども、それを聴いていただけたらなと思います。空の母。
か作るやろ自分で言うとったら世話ないけどね。ではここでですね、コーラスを人に招いて、こっからはもう叫ぶタイムです。はい、ノリノリで行ってみたいと思いますんでね。カイくん、カイキュー、カイキュー、キュン使って、それ。